今夜は小石川後楽園の夜間特別開園、秋の夜長の小石川後楽園に来ています。昨年大好評を博したこのイベント、2回目となる今回は開放エリアを大きく拡大して開催されています。あいにくの雨でしたが、芝生広場での公演も見ることができました。江戸城下のにぎわいをテーマとして、日替わりで江戸時代から続く伝統芸能公演が開催されています。雨の中、獅子舞が広場に出てきて、お客さんの頭を噛んでくれました。では、順路に沿ってライトアップエリアを散策していくことにします。一つ松のライトアップです。本降りの雨のため、開催初日ながらお客さんもまばらですが、その分ゆっくり見ることができました。円月橋では、小石川後楽園の395年にわたる歴史がプロジェクションマッピングを用いて映し出されます。
今度は松原へ向かいます。こちらでは秋の稲刈りをイメージしたライトアップのほか、飲食やお土産のブースなどもあります。三つ福団子は大福、幸福、裕福の3つの福が一体になった縁起の良いお団子。電子マネーも OK でした。こちらは行き止まりですが、道路内に展示がありました。おそらく異業道路だと思うのですが、確認できませんでした。すいません。順路に沿って東門方向に向かいます。今回のイベントは西門から入り、東門から出る形となります。駅でいうと飯田橋から入って水道橋に出ることになりますので、コインロッカーを使う場合などはルートのご確認を。小石川後楽園の園内に鎮座する金春稲荷神社です。影絵の小道を唐門に向けて歩きます。文京区内の観光スポットや小石川後楽園の四季のスライドショー、また影絵のプロジェクションマッピングが秋の夜の小道を照らします。
唐門の横に出ました。今夜はライトアップイベント秋の夜長の小石川後楽園の現地からお届けしました。概要欄にイベントの URL なども貼っておきますのでご参考ください。このチャンネルではイベントや観光スポットなどの現地情報を Vlog 風にお届けしています。お出かけのご参考になれば幸いです。それではまたお会いしましょう。チャンネル登録や高評価もぜひよろしくお願いいたします。他にも取材動画をアップしています。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。